マーティンです。今回はですね、理科分野の太陽について今回から皆さんと一緒に学んでいきたいと思います。というわけなんですけれども、まず、覚えてほしいところ、この動く方位っていうところ、動く方位と角度ですね。まあここら辺がやっぱり一番の基本的な知識になってきます。それでは、どこから登ってどこを通りどこに沈む、これぐらいはやっぱりね、太陽について学ぶにおいてやっぱり知っておきたいところですかね。ではやっていきます。まずどこから登るんですかっていうと、東ですよっていうことを覚えておいてください。東から登ります。そして次、東から登って北、南、このどちらかって考えるんですけれども、これ影とね共通していきますよ。南です。南なんですね。そしてじゃあ次、どこに沈むか。やっぱりこれね、ここ間違える人多いですよ。逆だから西だよっていうことがもう最初に分かっちゃいますよねっていうことが分かります。まあ今方位についてやってきました。では次、ちょっとここ飛ばすんですけれども、南、一番真上を通るとき、なんてそこにも、ね、名前がついてます。何かっていうと、南の真ん中の高度に来た時って覚えると覚えやすいですよ。南中高度って言います。南中高度が一番真南を通る時、これがポイントになってきます。次、1時間動く角度です。動く角度です。何度かっていうのが、ここから分かってくるんですけれども、動く角度、1時間に動く角度は15度です。15度ですよ。例えば分度器だとしたら、このここからここまで、180度あります。180度の中の30度、180÷15 で約まあ12時間をかけて、あの西から東まで行くっていう、東から西まで行くってことが分かりますよね。じゃあ1ヶ月、まあ、1ヶ月っていうのはちょっと分かりにくいかと思うんですけれども、皆さん夏と冬で昼の時間違うの分かります？そう、それが関係してきますね。だから1ヶ月に、30度、これ2倍の30度ずつ、動くんですね。だから、昼の長さが長くなったり短くなったりするのがこの影響があるからなんですよっていうことを覚えておいてください。では次、影についてやっていきます。影っていうのは、太陽と反対側にできます。太陽がいる方と反対側にできるから、東の反対はなんだ、西だよね。じゃあ次、南の反対はなんだっていうと北だよね。じゃあ最後は西の反対だから東だよねっていうことがここからね分かってきます。で、ここでポイントです。影はここ聞いておいてください、聞いておいてくださいね。太陽が見える方位と逆なんだよっていうのを覚えておいてください。これが本当にポイントになってきます。はい、もうこのね、理科は本当にただ単に覚えるだけです。暗記するだけなので、とにかくもうこれは太陽の基礎知識としてしっかりと覚えておいててください。それでは今回はここら辺で終わりにしたいと思います。他の動画もご覧ください。それでは今回はここら辺で終わりにします。それでは。